皆さんこんにちは、小場翔です。今回なんですけども、最近増えてる総合型選抜入試の塾に闇があるって本当ですか？まあ闇はですね、まああるところはあるんですよね。まあちょっと僕の体験談だけで話すとちょっとえぐくなっちゃうので、記事引用しながら紹介をしてみたいと思いますね。ヤフーニュースの記事です。18歳女子高生が大公開、大学の一般入試を回避しておきた残念すぎる悲劇という内容ですね。近年大学入試の方式の中で総型選抜入試を選んで受験する人の数が増えている。まあ、以前は AO と呼ばれていたこの方式では、受験生の人物像を多面的に評価してもらえるというメリットがあると。合格の鍵になるのは、自分が社会に出て解決したい課題や大学で研究したいテーマを明確に持った学生がそのプランを大学側に説得力を持ってアピールできるかどうかという点だということですね。まあ、つまり要はペーパーテストではないということなんですよね。ただし高校の成績評価の評定や英語検定の資格の有無など各大学学部が様々な基準を設けているため、募集要項をしっかりとチェックしていないと出願資格すら満たしていないケースもあると。また面接やプレゼンの試験だけではなく小論文を課される場合も多く、喋る内容も書く文章も論理的でなければならないし、中途半端な準備ではそこの浅さを大学教授に見透かされてしまうので合格はできないということなんですね。で、今回はね、そのある親子のエピソードを紹介しようということで、まあ、この筆者の方、ライターの方は大学受験専門のオンライン個別指導塾を経営しつつ講師も務められていらっしゃるそうです。で、そこに訪れた18歳の方とそのお母様ですね、についてのストーリーだそうです。仮の名前で山下さん、まあ、美鈴さんということらしいんですけども、この美鈴さんが総合型選抜入試の受験を決めたのは高2の秋頃だったと。高校の成績はいまいちで取り組みたい進路も具体化しておらず、漠然とした焦りを感じる中で目に留まったのが友人が通っていた総合型選抜入試の専門塾だと。で、総合型選抜というのは自分の夢や目標がある人たちだけのための試験だと思っていたんですと。でも塾に話を聞いた時に先生からやりたいことはこれから一緒に見つければ大丈夫と言ってもらいました。目標がない自分にはその言葉がとても魅力的で、普通の受験勉強をするよりも意義があると感じたんですということです。今回のケースだとこの子悩んでると思うんですけど、実際問題やりたいことが決まってない場合って一般入試の方が良かったりするんですかね？そうですね、まあ、正直僕の中では一般入試だとしてもやりたいことは決めてくれよっていうのが結論なんですよね。そもそも大学に行くのは何のために行くかというと、まあ、別に就職予備校に行くわけではなく大学で勉強するために行くわけですよね。で、もちろん綺麗事だけを言うつもりはなくて、大学で勉強もやるし、その課外活動、例えばねインターンシップやったりとかサークルやったりとかアルバイトやったりとか、他にね自分でビジネスやれてもいいと思います。そういったこともちろんね全然やるのはいいんですよ、だしそれもやりたいなって強く思うことは全然僕はいいと思います。ただ根本的には大学生である以上確実に単位を取ったりとかゼミに出たりして自分の勉強を深めたりとかその専門に関して詳しくなるってことはするわけですから、そこにおいてやりたいことが何もないのにもかかわらずそもそも大学に行くっていうのは個人的には間違いだと思います。はい、で例外があるとしたらめちゃめちゃ高い学力を持っていてやりたいことがいっぱいあってある種選べないみたいなね、でそういう人が、まあ、とにかくじゃあ難しい大学に行って、まあ、刺激的な環境を得てですね自分のやりたいことを見つけようっていう意味で大学に行くのはなしではないと思います。ただそれは高い学力を持っててある程度何でも勉強できてしまうからこそ成り立つのであって、そもそも、まあ、普通に平均点ぐらいの子たちっていうのは高校の平均点ですからね。正直高校レベルの平均点ということは高校のレベルが理解できてないわけですよ、言ってしまうと。でそういう子たちがなんかやりたいことどこにないからやりたいことを探しに行こうって言っても大学でも同じこと起きますよね、普通に考えたら。だから僕はそもそも一般だろうが推薦だろうがやりたいことはきちんと考えてから受験すべきだと思いますし、まあ、特に、まあ、今質問いただいたように本当にやりたいことが考えられない見つからないっていうならより一般入試の方がいいんじゃないかなと思う。なんでかというとさっきもこの記事にあったようにやりたいこととか研究の計画を立てないとなかなかいわゆる総合選抜 AO とかっていうのは取れないからですね。でこの親子のエピソードはまだ続くんですよ。実際ですねお母様もそんなね娘さんを応援したそうで、勉強があまり得意でない子だというのは私も分かっていました、総合型で頑張れば一般入試よりもハイレベルな大学に行ける可能性があると聞きそれはいいなと思いました。つまり単純にローを少なくして格の高い大学に行けるっていうそれだけの理由で AO を選ぶ、これは絶対に間違っているわけですね。はい、もうそこはね本当に落とし穴だと思います。また記事に戻ります。総合型選抜であっても塾に入る時期は人それぞれだが、高1から対策を始めやりたいことを見つけて追求している人はたくさんいるという塾からの誘い文句もあり、入試まで残りの時間の少なさに不安を感じた美鈴さんは授業コンテンツが豊富な高額のプランを選択したと。
塾に入って先生と話をしていく中できっとやりたいことが明確になっていくはず。美鈴さんはそう思っていたし、実際にそのような説明を受けていた。しかし現実は違った。美鈴さんはなかなか自分の希望する進路を見つけられなかったのである。英語を使って海外で働きたいという漠然としたイメージはあったんですが、具体的に何をするかまでは決められず焦りました。そのことを塾に伝えると、そのために相談には乗ってくれるんですが、結局自己分析や実績作りのためのオプション講座を勧められるんです。母に相談していくつかは受講しました。ただどれも結構高額なのでそんなに参加できなかったですが、ということなんですね。で、実際ですね、こういう追加講座を進める場面っていうのは塾予備校で、少なからず見かける光景であると書いてあるんですけど、正直今この塾結構闇じゃないですか。本人がまず悩んでいるわけだから、じゃあこういうふうにしてみよう、一緒にこういうふうにやろうということが先決であって、授業とかコマを足せば解決するわけじゃないことってたくさんありますよね。もちろん例えば今英語の勉強をしているけれども、当然ですけど、いや数学やんないとダメだよねと、だそろそろ数学始めなきゃって言われる提案は僕はまだわかるんですよ、マットを。だけどそもそも今受けている授業だったりとか、その指導において方向性が見えなくなっているのに、じゃあその方向性が見えないコマをどん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 足していっても問題が解決するわけがないんですよね。ただ塾もビジネス金儲けでやってますから、そういったところでこういう人たちから搾取してしまうんじゃないかなと思うわけですね。実際総合選抜の指導といっても、多くの人がどのようなものかイメージしづらいのではないだろうかと。志望理由書の作成、小論文、面接のトレーニングなど複数の準備が必要になるが、美鈴さんが通っていたような専門塾では実績作りが行われることも多いと。書類や面接で大学に入って〇〇がしたいとアピールした時に、その準備として高校時代には〇〇をしていましたという活動実績があれば、自分の話に説得力が生まれる。それはそうなんですよね、はい。で、大学側としてもやりたいことに何かしら具体的に活動してきた受験生と、ただやりたいことを語っているだけの受験生では全社を合格させるだろうということなんですね。で、専門塾の中には海外留学や国内フィールドワークなど選択制の有料オプションプランを用意して、参加者に活動実績をつけさせるという戦略を練っているところがあると。例えばそれがアジア諸国への渡航であれば10万円台で済むこともあるが、欧米であれば倍以上かかるわけで、誰もがそう簡単に選択できるものではないということなんですね。そんなことがこの記事には書いてあります。なので、実際闇っていう点で言うとね、やっぱりこういう塾ってもはやもう塾じゃなくなってるわけですよ。だってそもそも自分がやりたいこととか、ね、自分が目指したいものっていうのは自分で決めることだと僕は思うんですよね。もちろんそのために誰かにアドバイスをしてもらったりとか、誰かの意見を聞くっていうのは僕は全然いいと思います、はい。ただそれを塾の先生に頼むのは甚だ間違ってると僕は思うんですよ。これなんでかというと、僕自身もね、塾やってる人間なんで、なんか自己否定みたいになっちゃうんだけど、基本的に塾の先生って何してんのって言ったら塾で働いてるわけですよ、だから別に例えばね、いろんな会社を経験して転職して繰り返したとか、そういうキャリアの人とかね、自分で起業してビジネスをやってみたとか、でボランティア活動でね、 NPO で生計を立ててますとか、ボランティアじゃないか、それだと生計立ててるからね、でもそういう活動してますとかね、世界いろいろ渡り歩いていろんな経験をしてますとかね、別にいいですよ、日本の中でいろんなね研究をして研究者やってますとか、そういう人が塾にいるかっていうとほとんどいないんですよ。だってほとんど塾にいる人っていうのは皆さんね、対応したことあると思うんだけれども、普通に塾に雇われている、サラリーマンの方か、もしくはアルバイトの講師じゃないですか、で別にその人たちが悪いわけじゃないですよ、悪いわけじゃないんだけども、別にその人たちに将来のプランを聞いても、いやそれってその人たちの枠の中でしか答えられないわけだから、もしかしたら皆さんがね、たまたま出会うその推薦の塾の先生が、例えばね、いろんな経験をされていたりとか、でサラリーマン時代もいろんなこう学びがあったりとか、そもそもすごいいい大学を出てるから、同級生にね話を聞けるすごい同級生がいっぱいいるから、あじゃあ今度こういう人に聞いてくれよって言ってヒアリングをしてきてくれるとか、そういう先生だったら役に立つかもしれないけど、はっきり言ってそういう先生ってほとんどいないじゃないですか。めちゃめちゃレアでしょ。ってなると結局僕はね、塾の先生に何かを習うんだったら普通に英語とか数学とかそういうのを習っておくのが一番いいと思うんですよ。もちろんいいですよ、管理とか計画でもいいけどね。でそういうものをやる仕事が我々塾の人間なので、だから正直その塾って言ってそういうね、学生アルバイトとか、その社員とか集めといて、それで実際一緒にやりたいことを考えようっていうのは、そのサービスを提供する側のスキルとお金払ってる側のニーズが全然一致してないから、やっぱりそこは僕は闇だと思いますね。だから僕は推薦の塾とかを全く否定する気はないです、実際に推薦の塾の中にもやりたいこととかはある程度自分で考えてくださいと。で自分たちはとにかくじゃあそのための道具を揃えますと。じゃあ英検対策一緒にやろうとか、内申点を上げるため、評定平均を上げるために、じゃあテスト勉強一緒にガチろうぜとか、
あと例えば入試のね戦略を一緒に立てていき、どの大学を受けるとかそういうのを見ましょうとかね、うん、そういうのは全然いいと思うし、例えばあとは添削とかは当然得意ですから、塾の人間はね、小論文とかその活動報告書とか書くときにチェックしてくれるとか、もしくは一緒にその代筆はダメですよ、代筆はダメだけども一緒にね考えてあげるとか、そういうのは別に塾の人間としてできることですよね。ただ根本的にやりたいことを探そうとか、海外の渡航の経験を積んで書かせるとか、はっきり言ってそれ別にだって旅行代理店じゃないだろお前らっていうね、そうっていうのが正直個人的には思うところであって、そこは正直闇だなというふうに僕は感じますね。まあ、なので、まあ、皆さんもね、その推薦とかそういう塾を選ぶときはよく注意をすべきだと思うし、特にですよ、その一般的な塾以上に、例えばね大学生のアルバイトとか、例えばなんとなくついてくれた、まあ、講師っていうのが役に立たない可能性っていうのがあるので、そこはよく注意してほしい。ただ推薦のことをやるけれども、実際はお勉強をやります、さっき言ったね英検対策をしますとかで、学校の評定平均を上げます、だったらその別にいいと思うんですよ、何度も言うけど。だけどそのやりたいことを一緒に探すとか、そのやりたいことのための講座を取ってもらってお金を払うとか、そんなこと違うでしょって僕は思いますね。なのでそもそもやっぱりね、根本的にはですよ、いつも僕動画で言うんだけども、何でもそうなんだけど、楽して何か得ようとすると騙されるんですよ、はっきり言って。で皆さんも YouTube 見てると分かりますよね、なんか変な人工音声でさ、なんかこう変な映像が出てきてね、 YouTube 広告で、家に在宅でなんとかで転売をして月に100万円の月収が得られますみたいな、あるじゃないですか。もうだからそれ引っかかると思いますよ皆さん。だけど結局あれに引っかかる人は何で引っかかるのかっていうとね、そんな怪しいものなんだけど楽してそんなにお金が稼げるっていうところの欲望がありすぎるから騙されるわけですよね。でこれ受験も同じなんですよね、労を少なくして一般受験みたいなね、その先取りもして勉強量もゴリゴリやってっていうことをやらないで、難関大学有名大学にさらっと入れるんじゃないかっていう、なんか裏技みたいな淡い期待を抱いているから、そういうところにお金を使ってしまうわけですよ。だからそこはね、僕は改めて皆さんに気をつけていただきたいなというふうに思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。